微前カモ日本一狸由来期。旧毛狸を祀った、辛い神社に、牛馬を連れた多くの参拝者が集うが。魔法様は、日本の民間信仰の一つで、微前カモの化け狸として名高い伝説上の狸、旧毛狸を、牛馬の守護神として祀る信仰である。岡山県総社市において、公および、同市中尾滝山の魔法神社、同県加賀郡きび中央町において、 上田西黒栗の辛井神社や細田の久保田神社で、旧毛狸が祀られている。狸を神として祀る神社は、西日本各地にあるが、旧毛狸は、海外から日本へ来たとされる狸が祀られている。珍しい例である。総社市やキビ中央町では、魔法様こと旧毛狸の伝説が以下のように語られている。昔、ヨーロッパや、東南アジアから、 多くの船が日本に来訪していた時期、キリスト教の宣教師たちに紛れて、旧毛狸が日本にやってきた。どこの国から来たのかは不明だが、人間に化けるのが上手で、住処を探して、日本中を放浪した末、当時すでに廃校となっていた、鴨の銅山を住処とした。以来、この住処を気に入った旧毛狸は、月夜には農具を、カンカンと叩きながら、散々。 サイアンと言って踊り回っていた。人間に化けて稲作を手伝ったり、やつ姿で盆踊りで踊ることもあった。旧毛たぬきが人間に化けた姿は、口型があり、口ひげが濃く、顎が細く、下半身が短いといった、正体のすぐにわかる特徴的な姿であり、正体がばれると、すまん、すまんと言って逃げ出した。時にはこの葉を金に変えて、買い物をし、 店の人を困らせることもあった。それ以上の悪事を働くことはなかったが、狸狩りをする者がいると怒ってその者の家に放火をしたので、人々は退治もせずに黙認していた。ある時に、旧盲狸は村人たちにこれまで世話になった礼を述べ、今後は村中の牛馬を守ることと、河南東南がある時には事前に知らせることを誓った。そこで村人たちは、 バクロウさんに神社を建て、旧毛狸を祀ったという。別説では、この狸は、いたずらが過ぎたために捕まって懲らしめられ、その詫びに、牛馬の守り神になったとも言う。かつて南蛮の黄金備大王というものが悪逆を、くわ立てて、日本にバテレンを差し向けた際、その中に、旧毛狸が混じっており、一緒に、日本に来た子や孫たちと共に、各地で人々を苦しめたが、 後に守護神となったという説もある。魔法神社総社氏欅の魔法神社は、鳥居も狛犬もない、変わった神社であり、ここの伝説によれば旧門狸が日本に来たのは、室町時代末期とされている。魔法様の名は、西洋の伝説の魔法とは、関係がなく、地元の資料によれば、そばに、マリシテンの社があることから、マリシテンの方が変化したものとされる。また、 阿賀郡、阿佐江村での別説では、魔法様は、狸とは、無関係であり、マリシテンと同じもので、家や、株内を鎮守する神とされている。キビ中央町の、上田西黒食いで、旧毛狸を祀った社は、辛い神社として後世に残されている。魔法様は地元民からの呼び名であり、魔法グルとも呼ばれている。江戸時代には、名がよく知られており、その由来を説く。 微前鴨日本一田抜き由来記という書物も書かれている。かつては10月4日の縁日になると、神社は牛馬を連れた参拝者で非常に賑にわい、周囲の木がすり向けたほどとも言われるが、戦後にはその面影は失われており、平成以降の現在では、君中央町上田西黒食いの山間にひっそりと、車が立っている。一方、道町の細田にある通称、久保田神社は原社名を、 天神神社といい、細田の別の地からこの地、本来の天神神社の社地に移されたものである。こちらは立派な本殿や拝殿を備えた神社で、境内には通常の神社にある当時市ではなくたぬきの焼き物が置かれている。本殿の裏にはきの通り道とされる穴があり、油揚げなどが備えられている。この雷の神社の司手の平によれば、 辛い神社の使いの狸と地元の無事などの間に生まれたのが久保田神社の魔法様だという。本来の天神神社は現在でも少子として境内に鎮座している。ありがとうございます。